はい。えー、この度も再生いただきましてありがとうございます。スモールビネス特化の学びはこのはやです。今回のテーマなんですが、えー、ステップメールで販売するよりも、まあ、メルマガで信頼関係をまあ構築した後に販売しようというテーマでお話ししていきたいと思います。よく、えー、お客さんの方から、ねまあ、こういうご相談をいただきます。まあ、ステップメールからの制約率をまあできるだけ上げたいんです。 といった質問ですね。で、大体ですね、こういう質問が来ますと、まあ、リストが集まっている状態であれば、えー、メルマガをどんどん配信していく方に注力していきましょうというふうに回答しています。で、えー、現実的にですね、あの、ステップメールのみっていう考え方で、まあ、ものを販売するっていうのは難しいかなと思います。 まあ売れないことはないんですけど、それだけっていう考え方だと、まあ、ちょっとしんどいかなというところです。はい、ほとんどがですね、えー、初見のユーザーさんっていうところがありますので、はいまあ、見込み客の段階っていうこともありますので、どちらかというとですね、ステップメールは一つのきっかけとしてもらって、でまあ、ちょっと売れたらいいなぐらいで考えていただくのが現実的かなと思います。 で、メルマガで何度か接触をして、上発信をするっていうのがですね、前提とした方が現実的かなというところです。なので、ステップメールのみっていうのはですね、まあ、特にあの初心者の方ほど、そればっかりで考えるのは良くないんですよっていうところですね。はい、メルマガで販売をするのが前提としてください。はい。これが現実的だということがあります。 これって人間関係でも同じですよね。最初から仲良くなれる方もいれば、親しくなれる方もいれば、時間をかけて仲良くなっていくって方もいるってことなので、はい。まあ、母数的にですね、えー、すぐ仲良くなる方っていうのも、割合的に少ないと思います。まあ、もちろん正確にもよりますけど、はい。まあ、なので、えー、時間をかけてゆっくりっていう考え方で、えー、ウェブもやってみてください。実際ですね、えー、弊社の こうお客さんからのコメントで、数年前からメルマガを読んでいました。で、セミナーに来ましたとか、商品を申し込みましたっていう方がですね、圧倒的に割合的に多いということが言います。はい、なので、まあ、リストは何件か集まって、で、メルマガが実践できるような環境が整いましたら、どんどんメルマガを通してですね、接触を重ねていってください。で、その中でセールスをかける、で物を売っていくっていうのがですね、はいまあ、一番現実的かなといったところです。 はい。ということで、この度も再生いただきまして、ありがとうございました。スモールミエストッカーの学び屋、このはやでした。